反右派闘争の後継、張兼良は中国の作家、詩人。反右派闘争期の1957年に政治犯として拘束される。1979年に名誉回復。政治犯として収容されていた頃の体験に基づいた、土郎上話などの反自然的作品で知られる。また、男の半分は、女などの性と愛をありのまま描いた作品でも、注目された。 1936年南京の裕福な中流家庭に生まれる。祖籍はチャンス商区域権。父は米国留学の経験がある国民党の官僚で複数の会社を経営する企業家でもあった。1949年共産党が第二次国境内戦において国民党に対して勝利を収めると父はスパイ容疑で逮捕され後に告死した。 そのため、長健良は1954年18歳の時に、母親と妹を養うために、大学への進学を諦め、北京を去って、姉夏海賊自治区銀河市ガラン県へ赴き、すぐに、幹部文化学校の教員になった。1950年代初め、中学生の頃より創作を始める。1957年までに64編を発表した。 北京で高校に入るが後に助籍となる。青年時代は、ロシア文学とフランス文学を好んだという。1955年に、官縮委院会館部学校の教員になる。反右派闘争期の1957年7月、21歳の時に、演歌という文学月刊誌に、長編誌、台風歌を投稿するが、これが猛烈な批判を受けることになる。 1957年9月1日、人民日報が台風化を求断するという批判記事を掲載、作品が半島、反社会主義であると求断した。作者である、張健良は、右派分子のレッテルが貼られ、るお買い送りとなる。以来、22年間にわたり、世間と隔絶され、当局の完成下に置かれる。文化大革命期には、 反革命的修正主義者であるとして急断され、逮捕が繰り返された。1970年に、軍事基地の撤去作業の強制労働に従事する。文革収束後の、第11期三中全会において、名誉回復が決定。1979年9月28日に、これを知らせる一通の通知が来て、右ハ生活に終止符が打たれた。名家文芸の編集に携わる。 証券量はこの時すでに43歳の中年になっていた。1980年代から精力的に作品を発表中国作家協会名家文会理事に選ばれ中国作家協会にも加入した。また全国性教員を第6期から第8期まで務める。しかしながら1989年の64天安門事件の際に抗議する学生たちへの指示を 表明したところ、当局により、週刊志望を含む作品の発表を禁止され、抑圧を受けた。発禁処分は1993年まで続いた。この影響で、しばらく映画制作関連の仕事に、活動の重心を移す。1992年には、民進時代の防壁の荒涼とした風景に正気を見出し、新規他保西部影場という映画撮影基地を設立。 自ら当事長となった。ここでは赤い光粘、楽園の傷、チャイニーズオデッセイといった作品の作品が行われた。1993年には64天安門事件を強くする集会を組織しようとした罪で当局に拘束され、3年間投獄された。2012年11月12日、中国共産党中央委員会の機関紙、 人民日本等で一斉に、長県領が5人の愛人を囲っていることを暴露する、ゴシップ記事が報道される。2013年頃から体調を崩し、1年近く、闘病した者の治療の会なく、2014年9月27日銀河郊外の病院にて死去した、去年78歳。銀河郊外の北保西部影城にて撮影された、写真文化大革命期に、 右派分子、右傾分子、反革命分子、知識人、国民党支持者などが労働改造書などで強いられた悲惨で無残な状況を描く作品で注目された。同様のテーマを扱った文学後の文学潮流は、反史文学、昇根文学などと呼ばれ、超権量がその代表作家の一人として挙げられることがある。また、1980年代では、 非常に稀であった生と愛をテーマに盛り込んだ作品でも注目された。愛読した過去の作家としてはトルストイを挙げている。長子、台風短編小説、敬老感惑的古事短編小説、霊与肉短編小説、西カヌのへしゃげ、かつ短編小説、初分中編小説、土郎上和中編小説、粒子中編小説、川的子孫中編小説、 緑化樹中編小説、ロマンティックロホー中編小説、男人的一般勢女人長編小説、男人的風格長編小説、週刊志望、男の半分は女、北林太郎役、1986年7月、ISBN 978から45億7686万戦後、早塾、北林太郎役、二見処房。 1988年11月、ISBN978 から45億7688万1362。緑化樹、野沢俊隆氏役、響き文社。1989年1月、ISBN978 から49億619万8511。土郎城は、大里博明役、日本アジア文学協会。 1993年3月、ありがとうございます。